ヘアドライヤーナノケア、上手な使い方。高浸透ナノイー&ミネラル搭載、髪の内側までしっとり潤う。5つのモードを使い分けて髪にツヤ感、地肌や肌にも潤いを。オンレイリズムモード、毛先集中ケアモード。温風の熱さを低減したいときにはインテリジェント温風モード、スカルプモード、スキンモード。それではおすすめの乾かし方をご紹介します。まずはしっかりタオルドライ、髪の内側から根元を持ち上げるように当て、指を細かく上下に動かし、根元と地肌の水分を取ります。イオンチャージプラスパネルを握って、風量をターボまたはドライでスタート。乾かし始めは髪の根元や頭皮からドライヤーを振りながら温風を当てることで、速乾ノズルの強弱の風が濡れた毛束をほどき素早く乾燥させます。トップはくっきり分け目がつかないようにいろいろな方向から風を当てましょう。前髪を作っている場合は前髪から乾かします。半乾きの髪の内側から手ぐしを入れ、軽く引っ張りながら温風を当て、癖やうねりをまっすぐ整えます。頭皮に近づける場合はスカルプモードがおすすめです。約60度の温風で地肌を優しく乾燥させます。髪が9割程度乾いたらオンレイリズムモードでツヤ髪仕上げ。毛流れを整えるように手ぐしやブラシで下へ引っ張りながらブロー。まっすぐツヤのある髪に温風冷風をしっかり当てるために、一度に髪全体を乾かさず右側と左側に分けて乾かします。毛先の痛みが気になるときには毛先集中ケアモードでケア。毛先までまとまりよく仕上げます。手ぐしで髪をまとめながら、髪の内側と外側の両方からしっかり風を当てましょう。ワンポイントアドバイス。髪をボリュームアップさせたいときは、髪の根元を持ち上げ、下から上に温風を当てます。ボリュームダウンさせたいときは、髪の毛の流れと同じ方向に手ぐしを通し、上から下に温風を当てましょう。温風を当てた後に冷風を当てると、セットが長持ちします。ナノケアと上手な乾かし方で、美しいツヤ髪に。Panasonic